沿道におよそ7万本のアジサイが咲くことから、アジサイラインとも呼ばれている三ヶ根山スカイライン。今日は山頂でイベントが開かれ、来場者にはアジサイの苗が無料で配られました。また会場にはたくさんの飲食店が軒を連ね、色とりどりのアジサイが咲き誇る中、訪れた人たちは食事や花の鑑賞を思い思いに楽しんでいました。いろいろな色があって本当に綺麗で、この時期でしか味わえない花なんで、こんな綺麗に咲き誇ってるとちょっと思ってなかったんで、ちょっと感動してますね。このイベントは今日午後3時まで開かれています。